はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、大食いの動画やテレビ東京ですね、こういった番組やチャンネルを見ている方だったら絶対にご存知、群馬県にございますうどん居酒屋まさかさんに訪れております。こちらのお店さんはですね、いろんな方がもう動画にしております。テレビにもねいっぱい出ておりまして、ご存知の方も多いかなと思いますけれども、今回はですねこちらおうどんとご飯のセット約5キロぐらいでとお願いさせていただいて、今回はねこのデカ盛りを食べていこうと思っておりますが、いやね、めちゃくちゃうまそう。熱くなりそうなので、本日もね腕まくりをさせていただきながら本気でこの美味しそうな料理食べていこうと思います。それではじゃあいただきます。ということで今回このうどんとね丼のセットなんですけれども、まずうどんからいっちゃいましょうか。このぶっかけの肉うどんですね。すごい、もうお肉で麺が見えないよ。くわ、これ麺うまっ。めちゃくちゃ麺うまいんですけど、もちもち感すっごっ。うん、いらっしゃいませ。うん、うまっ。揚げたての揚げ物もいっちゃいますか。うわ、タルタルすっごいなこれ。わかりますかね、このたっぷりタルタル。うまそう。うまっ。うまっ。うまっ。ちょっと待ってくださいね、あの止まらない。うん、このセットやばいな、たまんないんですけど。うん、やっぱり僕も大食いの方の動画をねいろいろと見て、デカ盛りをね食べに行きたいみたいなイメージで今日来たんですけど、そんなことよりもそもそもこの一品一品がめちゃくちゃうまいです。さっきねちょっとお店の方とお話をしていたら、もちろんね昼メニューはこういったうどん定食等のお店さんなんですけれども、メインはね夜の居酒屋さんみたいでして、一品一品がそもそもねものすごく安くて、単品だと300円均一なんかのメニューもあったりとか、で今回ねたくさん揚げ物いただいてますけど、鶏の唐揚げねこれが300円だから、この唐揚げと酒飲みてえなー。ただちょっとですね、今回こっちこれタルタルは丼物なんですけど、いまだご飯が見えておりません。
今日のメニューはですね、ちょっとこれでかいのでオープン前にお邪魔させていただいて、開店同時ぐらいに、メニューいただいてるんですけど、ちょっとねカーテン押し切られてて見えないようにお気遣いいただいてるんですが、おそらくね今店内速攻満席、味ももちろんとんでもなく美味しいですし、お値段もね全品めちゃくちゃ安いんですよ。これ近くにあったら確かに通うわ、絶対通う。味変にっていろいろもらってんだけど、そのまんまがうますぎてうどんなくなっちゃいそう。ちょっとこのままだと揚げ物だけ入れなくなっちゃうので、普段使わないんですけど、一旦取り皿にね少し揚げ物を寄せつつ、うわやっべご飯パンパンに入ってるぞ。どんギリギリまで入ってるわ。そしたら本日味変にねこうやっていろいろといただいておりますので、ひとまずおうどんにこちらのちょっとおろし使ってみましょうか。そしたらちょっとねこのぶっかけの牛、うどんだけでももちろん美味しいんですけど、結構ね甘じょっぱい感じの味付けなので、ここのさどうでしょう。いやーこれはうまいぜ。うわめっちゃうまっ。これでよく合うな。ネギと一味かな。贅沢にお肉乗っけていきますか。
これ、ごい肉の量だな。もちろんしっかりとね、うどんと一緒にすすって食べたつもりだったんですけど、今麺がなくなりまして、お肉だけをこのご飯皿に取り移したら完全に、こちらだけで牛丼になってしまいました。本日いただいているのがこの特製のメニューになりますので、まあ、これが既存であるわけではないんですけれども、基本的にね、まさかさんの通常メニュー、ご飯ものでもうどんものでも炭水化物だけが多いのではなくて、上トッピングもめちゃくちゃ多くてですね、それでこの値段はね、安すぎるよ。食べてくるとだんだんね、お腹がいっぱいになってきました。そしたらちょっとずつ苦しくなってきたこの辺りで、紅生姜でさっぱりと。やっぱここに来ての紅生姜いいな。苦しい。よっ。そしたら今こんな感じですね、タルタルの丼と大丼の丼ですね、空にはなりましたけれども、ちょっとねこの取り分けた、揚げ物残り3つぐらいかな、さすがにねちょっとお腹いっぱいですので、今日は持ち帰りにしようと思います。ということで本日はですね、僕も待望でしたこのまさかさんで美味しい料理食べてきました。大食いの YouTuber さんで言うとほとんど来てるかなと思います。いろんな方もこぞって来ておりますし、今日ねちょっと食べて分かったのが、この来る理由、うまいもん。それだけではなくてね、通常メニューもすごく値段設定安くしてありますし、夜なんかはねこう飲み会には最適なお店さんとなっております。ぜひですねこの群馬県に訪れた際には、このまさかさんで美味しい料理、皆様も食べに来ていただきたいなと思います。僕も今日はですね1回目の来店ということもありまして、結構ね名物といいますか、デカ盛りメニューの中ではいろんな方が頼んでいるこのタルタルのミックス丼と、それ以外に通常のねおうどんですね、ぶっかけ系いただきましたけれども、今後もですねちょっと改めていろいろ変わり種といいますか、洋風なものもあったりですとか、メニューね多々ありますので、紹介と合わせて僕もねこのまさかさんの美味しい料理また食べに行きたいと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。お腹いっぱい。